カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカブすき焼きチャンネルです。今回の動画タイトルはこちら。キャンプ3試合目の紅白戦が行われましたので、そちらの結果を簡単にまとめてます。ドミニカン戦にも初安打生まれているので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで、秋季キャンプもですね、第2クール始まっておりまして、2日目ということになりましたが、2日目でもう早くもね、秋季キャンプ3試合目の紅白戦が行われています。この試合の先発は遠藤投手と玉村投手という来シーズンのローテーション入りが期待される2人が先発したというゲームでした。早速ゲームの結果ですが、赤組対白組の結果はですね、白組が5対2で勝利したというゲームになっていましたので、打者陣の成績だったり投手陣の、ね、成績を詳しく見ていきたいなと思います。でまず投手陣の結果から振り返りましょう。白組の投手陣4投手はこちらの結果になってます。白組4人のピッチャーが登板して、最終的には2失点に抑えてますが、それぞれ課題も見つかったという内容になってます。まず先発の遠藤投手ですね。遠藤投手5回を投げて5奪三振無失点というね、非常にいい結果を残しました。本当にね、来シーズンの先発入りへ向けていいピッチングできているんじゃないかなと思います。ただね、細かい内容を見ると、コントロールの面でですね、キャッチャーがね、構えたところなかなか行かずに逆球になっていたということで、コントロールはね、全体的に荒れていたのかなと思います。それでもね、抑えられたのはやっぱりまっすぐに球威があるので、逆球になってね、高めに行ったという場合でも、このまっすぐで力で押し込んでね、抑えられていたということで、そのストレートの球威があるという点はね、非常に評価できる部分なんじゃないかなと思います。ただね、1軍レベルで抑えるということになれば、そういった高めの球もね、弾き返されてね、スタンド持ってかれたりもする可能性もありますので、そういう細かなコントロールの部分のね、改善ということは必要になってくるかなと思うので、そこがね、課題かと思います。なのでやっぱ2軍レベルの選手とかはね、しっかりとこういうまっすぐで抑えれるということが改めて分かった。まっすぐにはね、やっぱ魅力があるということが再認識できたのはね、良かったのかと思います。で、このキャンプね、カープの先発陣はね、何かしらのね、変化球をね、制限しているということがあるんですけど、ちょっと見た限りあまり分からなかったんですけど、もしかしたらツーシームだったりスライダーなんかをね、制限していたのかなと思うので、そんな中で5回無失点なのでね、いいアピールになったんじゃないかなと思います。続いて2番手新谷投手ですが、新谷投手もね、2奪三振ということで、バスケ選手やニラサー選手から三振奪えたんですけど、ラミレ選手ね、頭部四球を当ててしまったということで、やっぱコントロール面でね、不安が残るのかなと思います。で、続いて高橋光也投手ね、高橋光也投手2イニングを投げて1失点ということで、失点はあったんですけど、まっすぐにはね、勢いがあったように見えましたね。まっすぐ、時折ね、本当に勢いがあるボール行きまして、これで鈴鹿根選手からは三振奪ったりもしていました。ただね、ニラサー選手に打たれたヒットなんかはカットボール系のボールかな、多分変化球をね、高めに浮いたところを打たれたということで、その変化球のコントロールもね、であったり変化球が課題かなと思います。で、まっすぐもね、勢いはあったんですけど、バスケ選手に弾き返され返されたりと、ちょっと高めに浮いたところは打たれていましたので、そこのコントロールもね、やはり課題になってくるのかと思いましたので、まっすぐに勢いがね、あるという点は良かったんですけど、コントロールや変化球が課題になってくるかと思います。で、4人目のね、ハスベ投手はね、ちょっとこの日、投技フォーム見たんですけど、いつもより横手気味のね、サイド気味に投げていたんですけど、コントロールがね、荒れてましたね。押し出しも含めフォアボール2つありましたし、ストライクとボールが本当にはっきりしていたかなということで、やっぱ長谷部投手もね、課題がコントロールですので、そこがね、なかなかまだ治っていないということなので、今後のね、秋季キャンプや来春のキャンプでしっかりとそこら辺は改善しないと、一軍でのね、登板難しくなるのかなと思いました。続いて赤組の投手陣、こちらも4投手が登板してます。4投手が登板して5失点だったということで、まず先発玉村投手5回を投げて6安打4失点自責点は1という内容でした。初回にですね、守備の乱れもありまして4失点してしまいました。ツーアウトからね、久保選手のエラーだったり中村健人選手のタイムリーの間にもね、エラーがあったりして失点がかさんだということです。ただその中でもね、久保選手のエラーの後とかね、しっかりと粘れれば良かったのかなと思うので、
ワンランク上に行くためにですね、まあ、そこら辺の粘り強さがさらに求められるかと思います。でこの試合、まあ、ここちょっと正確かわからないんですけど、スライダーを制限していたかなということで、まあ、本来ストレートとスライダーがねほとんどの割合占めるピッチャーなんですけど、まあ、スライダーがなかなかなかったかなということで割合少なかったという印象を受けました。なので、まあ、他の変化球とまっすぐで組み立てていたと思うんですけど、まあ、そんな中で5回6安打でヒットをねかなり打たれてます。でもともとこのストレートスライダーへの依存がね強くて、それ以外の変化球に課題があるという中で、まあ、やっぱりスライダーね封印するとヒットを打たれてしまうということになってしまうので、まあ、他の変化球を磨くということが求められるということで、まあ、課題がね見つかる登板にもなったのかなと思いますので、まあ、ここら辺ねしっかりとキャンプの方で改善してもらいたいと思います。で2番手ね岡田投手は1イニング投げて1失点という内容でした。まあ、先頭のルーキー内田選手にね3ベース打たれて、で中村隆弘選手に犠牲フライを打たれてしまったということで、まあ、内田選手なんかにもねまっすぐ簡単に弾き返されて、強く弾き返されたりしていましたので、まあ、そこら辺ね、自慢のまっすぐ得意球のねまっすぐの球威といったところをね、取り戻す必要があるのかと思います。まあ、コントロール面もねやっぱりちょっと荒れていてね、なかなか構えたところにね行っていなかったので、まあ、そこら辺もねまだまだ引き続き課題になってくるのかなと思います。で最後ね、森浦投手なんですけど9回登板しました。で1回を投げて無失点2三振という内容で非常にね良かったと思います。この試合森浦投手は、まあ、チェンジアップとか使わずもストレートとカーブのみ2球種で投げるという制限ねつけていたと思いますが、まあ、カーブなんかもね大きな曲がりしていいボールでしたし、まっすぐも本当にね球威があっていいボールがいていたと思いますので、まあ、解説ね中田蓮さんも言ってたんですけど、まあ、来シーズンはねやってくれるんじゃないかということで、まあ、チェンジアップだけじゃなくてねこういったカーブもね使うことで投球の幅広がると思いますし、まっすぐもいいボールありますのでね、まあ、どんどんまっすぐでカウント稼いでストライク先行のピッチングがねできるようになればいいのかなと思いました。それでは打者陣の成績赤組から振り返っていきましょう。まず久保選手は5打数2安打ということでマルチ安打ですね。内安打も含むマルチ安打でバッティングで結果を残したんですが、セカンドの守備でイージーミスがあったということで、まあ、初回ですね、セカンドゴロ、ねまあ、うまく取った強い打球ねうまく取ったっていうのはあるんですけど、余裕のある場面でね悪送球してしまって、そこから3失点になりましたので、まあちょっとそこのねセカンドを挑戦したばっかというね難しい点はあると思うんですけど、まあそういったイージーミスというのはねなくす必要があるのかと思いました。で2番矢野選手5打数無安打ということで、まあ課題のバッティングの方で結果が残せなかったので、まあちょっとね、もったいなかったかなと思います。まあやっぱ守備はねうまいので、まあ先頭のね二股選手のショートへ結果内野安打になったんですけど、あれも取ってからねすごくいいプレー、ギリギリのねプレーできたのは矢野選手の肩の強さとかが魅力だと思うので、まあ本当守備はね言うことないので、やっぱバッティングでね結果を残せるようにね、キャンプでしっかりと振り込んでほしいと思います。で韮澤選手は4打数2安打フォアボールも1つあり結果を残しています。中でもね高橋光也投手から打ったツーベースね、左中間を破るツーベース非常にね良かったと思います。フェニックスリーグではねちょっと打率が低く終わっていたんですけど、まあ、このね紅白戦でしっかりと結果を残せてきていますので、もうバットをね寝かせているフォームも定着してきていますので、まあ、状態ねまた良かった、ね、9月頃のね時に戻ってきているのかと思いますので、来シーズンのねスタメン取りへ向けて頑張ってもらいたいと思います。で末金選手は5打数1安打でしたが2三振ということで、まあ、しっかりね1打席目にライト前にヒットを放って、まあ、ここら辺はねさすがだと思ったんですけど、まあ、1本だけだったということで、まあ、末金選手やっぱりね1軍での経験もあってね、期待値が高いのでね、まあ、厳しい高いレベル求めるんですけど、まあ、もうちょっとヒット打ったりね長打が欲しかったかなということですね。で9回にもね満塁の場面で回ってきたんですけど、サードゴロダブルプレーでしたので、まあああいったところでねやっぱりヒットタイムリーがね打つというのが末金選手には求められると思いますので、まあそういったところのねしっかりとアピールを意識してもらって、来シーズンはもうねスタメン定着4番も打つぞというぐらいね圧倒的なアピールしてほしいと思います。で続いてラミレス選手ですね。ラミレス選手来日初安打となるツーベースが生まれました。ここまでねなかなかヒット生まれてなかったんですけど、2打席目にレフトへのツーベースが生まれたということで良かったと思います。まあ、ただその後ね3打席目頭部支球が当たって、まあ、ベンチに下がったということで、まあ、ちょっとここがね無事かどうかが心配ですが、まずね1本ヒットが出たというのは良かったと思います。で続くバスケス選手もヒットがね2本マルチ安打で、いずれも逆方向へのツ
ツーベース2本ということでね、こちらもね非常に良かったんじゃないかなと思います。まあ、バッティングのねバッティングコントロールがいいという定評があったんですけど、まあ、コンパクトにね振っていて、まあ、その定評がね本当だなというのがねなかなか分かったかなと思いますね。まあ、1打席目なんかは、まあ、若干詰まり気味でライトへツーベースをね打ったんですけど、まあ、しっかり遠藤投手のねまっすぐに負けることなくツーベースにできていたかなと思います。で、2本目のねツーベース、これがねまあ良かったかなと思いまして、一塁線をね破るツーベースだったんですけど、まあ、しっかりこちらもですね、高橋小矢投手の高めのまっすぐを初球ね、弾き返して一塁線破ったということで、まあ、コンパクトに振れていたのかなと思うので、まあ、これからが本当に楽しみなバッティングだったかなと思います。で、もう一人のね、ネルソン選手は、まあ、唯一ヒットがなかったんですけど、まあ、遠藤投手からね、強烈なレフトへのファールを打ってね、まあ、スタンドを沸かせるということで、まあ、ここら辺のパワーはね、あるというのはね、見せてくれたので、まあ、二人がね、ヒット打って焦り気持ちはあると思うんですけどね、まあ、一本目のホームラン打てばね、一気にね、アピール逆転といったところもできると思いますので、まあ、そういう片鱗が見れましたので、またね、次の紅白戦とかね、試合からホームラン期待してみたいと思います。で、持ち丸選手ね、1本ヒット打って2打数1安打で、守備でもねキャッチャーで初期選手の盗塁を刺したということで、まあ、これねしっかりとウエストして刺していたので良かったんじゃないかと思います。で、この試合サードのね守備にもついたということで、まあ、本当いろんなねポジションいろんな選手が挑戦しているなと分かります。で、最後高木選手はねヒット1本でして、まあ、長谷部投手の低めのね直球をきれいにセンター返ししたということで、まあ、なかなかちょっとアピールがねできていなかったんですけど、ヒットがね出たということで、まあ、ここからねキャッチャー争い激しいですけど頑張ってもらいたいと思います。なので、まあ、赤組に関してはねドミニカンに待望のね初安打生まれたのが良かったかと思います。ラミレス選手とねバスケス選手に初安打が生まれた。で、ネルソン選手にも強烈なね当たりがあったので、まあ、3人ともね、まあ、ここから、いよいよね慣れつつあるのかと思いますので、活躍が期待されるかと思うので、楽しみにしましょう。続いて白組ですが、まず1番二俣選手4打数2安打のマルチ安打で、うち1本はねライトオーバーのツーベースもあったということで、しっかりとね低めのまっすぐをライトの頭を越えるツーベース打って、いいアピールができていたかと思います。で、田村選手はね3打数無安打だったんですけど、まあ、1打席目ね、しっかりと送りバントを決めてチャンスメイクはしていました。で、内田選手4打数1安打で、岡田投手のね、真ん中付近の低めのねまっすぐを逆方向へ放ってスリーベースヒット、まあ、積極的にね3塁を陥れた走塁も良かったと思います。まあ、今年1年目で、まあ、初めてのね秋季キャンプで疲れもね溜まっていると思うんですけど、もうぜひどんどんねバッティングでアピールしてほしいと思います。で、中村隆弘選手は1打数1安打で、まあ、フォアボールと犠牲フライも1つずつあったということ、デッドボールもね1つありました。で、強烈なね三塁打を打ったということでですね、まあ、非常にねいいバッティングだったかなと思います。低めのボールをですね、玉村投手のボールをライトを引っ張ってスリーベースにできたということで、いいバッティングだったんじゃないかなと思います。で、犠牲フライのね場面も、まあ、しっかりと犠牲フライ狙ってで打ったようなね3ボール2ストライクから感じでしたので、まあ、そういうチャンスでのバッティングができるというのもね非常に器用だなと思ったので、まあ、やっぱ中村武選手はバッティングでアピールしてもらいたいと思います。で、林選手がね3打数無安打で、まあ、1打席目セカンドゴロね強烈な当たりではあったんですけど、まあ、ノーヒットに終わってしまったということで、まあ、フェニックスリーグホームラン王ということもありますので、もうすでにホームランね紅白戦でも放ってるんですけど、また長打でアピールしてほしいと思います。で、中村健人選手4打数1安打で、まあ、インコースね、うまく打って先制タイムリーということで、玉村投手からですねインコースのまっすぐをねうまく畳んで、センター前にポテンと落ちる2点タイムリーということでね、非常にいいバッティングだったと思います。で、初期選手は4打数1安打で、まあ、これもランナー3塁という場面で、まあ、セーフティーバントをして、まあ、結果オーライみたいな感じだったと思うんですけど、まあ、ショートのね、方にフライがふわっと上がって内野安打になったということで、まあ、そういうアイデアね良かったと思いますのでね、これツーアウトからねやってるので、まあ、意表をつかれたのかなと思うので、まあ、できればね、紅白戦なのでねどんどん振ってほしいなという点はあったんですけど、まあ、そういうアイデアをできたのは良かったと思います。
リシャル選手がね、4打数3安打、ヒット3本とね、まあ、バッティングね、いいなと思います。で、あと気になったのは、ファーストとね、サードの守備にもついてました。で、サードの守備ではね、ダブルプレーも完成させていましたので、うまいなと思いましたね。まあ、これちょっと本格的に挑戦するのかどうかわからないんですけど、まあ、やっぱキャッチャーね、坂倉選手がいて、なかなかね、ポジション的にも辛いので、まあ、ファースト、サード挑戦することでね、起用の幅も広がると思いますので、まあ、ここの挑戦どうなるかわからないんですけど、まあ、面白いなと思いました。で、清水選手はね、4打数無安打ということで、まあ、ウエスタンリーグではね、ホームランも打ったんですけど、フェニックスからちょっとヒットなかなか出なかったりとね、苦しんでるのかなと思いますので、まあ、しっかりとね、まあ、ここら辺ね、壁にぶつかって当然だと思いますので、乗り越えられるように頑張ってもらいたいと思います。で、5得点を奪って勝利したということで、まあ、白組はね、二俣選手、内田選手、中村隆弘選手にね、ツーベースやスリーベースの長打が生まれました。で、得点圏でも、まあ、中村健人選手のね、うまいバッティングだったりね、中村隆弘選手の犠牲フライなどしぶといバッティングが見られたのは良かったのかなと思いますので、まあ、しっかりとアピールしてもらいたいと思います。はい、では最後に12日は日本代表との練習試合ということで、まあ、先発が決まってまして、まあ、ウエスタンリーグ最高勝率にもなった黒原投手ということでですね、まあ、フェニックスリーグでもね、いいピッチングしていましたので、まあ、この日本代表若手中心メンバーにね、好投してもらいたいと思います。そして高卒ドラフト1位ルーキーの斉藤投手がリリーフ登板予定ということで、まあ、前回小涌戦でいいボールがね、行っていました。フェニックスではちょっとね、不安な内容だったんですけど、もうしっかりと調子取り戻しているのかと思いますので、もうこの日本代表との試合でもね、自慢のまっすぐでゴリ押ししてもらいたいと思うので、まあ、どれほどのピッチングができるのかをね、期待したいと思います。で、最後ね、フェニックスリーグでも好投した小林投手も登板予定ということで、まあ、小林投手もね、まっすぐのね、球速はあんまり出てはいないんですけど、まあ、コントロールも良くて、2軍の最後ら辺やね、フェニックスリーグでもいいピッチング続けてましたので、まあ、今、どれほど1軍で通用するのか、レベルを測る意味でもいい登板になるのかと思いますので、まあ、ここもね、注目したいと思います。で、一方、侍ジャパンの先発はオーバーエイジ枠の今井投手、ライオンズのね、今井投手に決まっているということで、まあ、打者陣はね、まあ、こういう球界を代表するレベルの投手から打てば自信にもなると思いますので、期待したいなと思います。で、日本代表相手に結果を残せばアピールになるということで、まあ、今ね、紹介した3投手ももちろんね、結果を残せば、来シーズンの1軍のね、ピッチング登板といったところのね、チャンスにもつながると思いますし、逆に打者陣はね、今井投手や、その後投げてくるリリーフ陣からね、打てば、まあ、アピールになると思いますので、まあ、ドミニカの練習戦も出るのかどうかわからないんですけど、まあ、もし出るならそこのね、バッティングにも注目したいですし、まあ、もちろん他のね、若手の選手たちのチャンスというところでもありますのでね、そこら辺楽しみにしたいと思います。で、侍ジャパンから勝利をということで、まあ、そういうね、結果を残せば勝利ということもね、おのずと、近づいてくるのかと思いますので、まあ、侍ジャパンにはね、まあ、小園選手や坂倉選手もいますけど、まあ、しっかりと勝ってもらってアピールできればいいのかと思いますので、注目してみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。秋季キャンプも第2クールに入って、打者陣の調子もだんだん上がってきているのかと思います。来シーズンの活躍へ向けてしっかりとアピール続けてもらいたいと思いますので、引き続き応援していきましょう。このチャンネルの登録高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。